360度撮影開始。布引きの滝まではここから12キロ。この向こうは和歌山県飛び地になっている和歌山県ですね。で、布引きの滝へ行って、で、空波さんも寄られてた鉱山跡地かな、博物館があるのでそこへ行って、まあ、ちょっと館内に入って量を取りつつもうこの辺りがね、その言ってたね、鉱山の博物館があるとこのはずなんですよ。あ、ガソリンスタンドもここにあるな。帰りがけに入れてこうか。お？あ、これか、これだって。布引きの滝こちら行きまーす。いやーねー、こういう探索に来るとまだね、 1200cc のパイピクさんを全然操りきれないパワー持て余しちゃってね、怖い怖い今アーバンモード使ってるんですよ。アーバンモードで走っててもね、前のモンスターよりもずっとかパワーがあるので、あれ、いけないのかな、いけない、あ、無理か、工事中だ。布引きの滝へ行こうかと思ったんですけど、工事でクレーン車で工事しててね、完全に足場組んでたので、片側通行って書いてあるので待ってりゃまあ多分開けてくれたと思うんですけど、まあ、工事の邪魔してまで行かなくていいだろうってことでやめました。その鉱山博物館だっけな、そちらに寄ろうかなと思います。あれ、ここじゃん。空波さん寄られてたのこれだな。ここか。うわぁ、昭和53年に鉱山閉店したんだってさ。もしかして、わ、月曜休館日だ。道の駅を後にして向かうところは千枚だ。いやー、やっぱりね、晴れてくると楽しいね。暑いけどさこの辺りに住んでいる方にとってはこれが
日常の生活風景なんでしょうけど、私からするとなんかすんごい、おお、ねえ非日常感でいいよね。このまま丸山千枚田を目指しております。前は丸山千枚田のねキャンプ場に泊まったんですよね、旗のね。そっから進んだんですけど、おー、いやー、いいねー。 1.8 キロ先、日本の秘境って感じだ。秘境って失礼かわかんないけど、いやー、いいとこ来たな。これもうちょっとここの辺り来ようかな。定番のようにね、オートキャンプ場、あ、ここに来た、ここで泊まったんだよ、ここで。なるほど、来た道だね。360度撮影開始。綺麗な棚田ですよ。うーわ、さざ波が、あ、もうでも田んぼ稲がだいぶなってきてるわ。すっごいね。いや、ほいおー、たまりませんな。おお、すっごいな。おお、岩がいや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 、すごいわ。日本で一番小さな田んぼ。お、ちっさ、ちっさうわー、すっげー。いやー、やっぱりここはいいなー。おー、すごいわ。かー、たまらねえ。ちょっとここで泊まろうか。うーわ、これはすごいね。前もここで見たけどさ、ないね、これ。ああ、すごいわ。赤トンボも飛んでるしね。